ーとして有名になりたいんです。あ、ミッションをね、つばきさんに与えますんで。ミッション、千葉県寒川港から出ている乗り合い船の森山丸さんに乗って狙いに行きたいと思います。着いたポイントは水深7メートル。鉄板バイブを遠くに投げて巻いてきます。私は大物狙いなので、こんな感じでちょっと巻いてそこに落として、またちょっと巻いてそこに落としてなど、そこばっか狙う巻き方を織り交ぜつつやっています。よっしゃ、鳥間釣れたぜ。お次は鳥山です。よっしゃ、ヒット。あれ、乗らず。もう一丁行ってみよう。よし、ヒット。よっこらセット、鳥山ドットブン。お次の大きさはどうかな？はい、ちびっちょでした。かわいいとか言ってる場合じゃないんだよ。はい、ヒット。デカシーバス来い。
アベレージ40。お、お次はデカそうかな。ちょっとランディングシーンが撮れてなかったんですが、ママのシバスくんゲットだぜ。見ると52センチでした。やったね。お次は目線カメラにて鳥山めがけてポイッと投げて早巻きします。ヒット。ですね。ちょっと針が伸びちゃったな。伸びちゃった針はペンチでクイッと直します。で、大丈夫かこれ。ほ、お次のお魚はちょっと大きいかな。抜き上げれないかな。タモで取ってもらって、はい、ゲット。63センチでした。はいはい、お次もなんかちょっと大きいよ。ちょっと自分でタモ編みに挑戦してみました。よっしゃ、救えたぜ。大きさは61センチ。うん、まあまあかな。その後もいっぱい釣って10センチ、20センチくらいのシーバスから50センチ、60センチくらいのシーバスの数釣りを楽しみました。ミッション達成ならず。くぅ、今回は釣れると思ったんだけどな。次こそは絶対釣るぞ。この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。